海洋性大腸炎は、主に大腸粘膜に、海洋やビランができる原因不明の人食異性、炎症性疾患。クローン病とともに、炎症性腸疾患に分類される。大腸粘膜に、海洋やビランが多発することで、血便を伴う下痢や、激しい腹痛などの症状が現れる。炎症性慢性疾患。発症原因が不明であることや、重症化すると、 大腸摘質手術が必要になったり、最悪の場合は死亡するケースもあることから、厚生労働省から難病に指定されている。消化管全体に炎症反応が起こりうるクローン病とは異なり、UC では炎症は大腸に限局される。古くはクローン病と同じ病院から生じる病気と考えられていたが、現在では全く病態の異なる別の病気であることが判明している。 クローン病と合わせて2015年の時点で約1120万人が罹患している。毎年10万人あたり1から20人の新規患者が発生し10万人あたりの有病率は5から500人である。地域的には北米と欧州でより一般的である。初回発症の多くは15から30歳であるが60歳以上のケースもあった。男女での発症率に 差は見られない。この病気は1950年代からより一般的になった。米国においては海洋性大腸炎とクローン病とを合わせ、およそ100万人が影響を受けている。適切な治療を行えば死亡リスクは一般人とさほど変わらない。この病気の最初の記述は1850年頃から始まった。 平成25年度の患者数は約16万人とされ、毎年5000人程度増加している。基本的に発症すると感慨再燃を繰り返していく。全症化管に生じるクローン病と異なり、基本的に大腸に限定して生じる。また、大腸粘膜が長期にわたって炎症を生じることで、大腸がんを発症する可能性もある。 腸管合併症大腸粘膜の炎症が悪化すると腸管の全動機能が失われハウストラの消失を生じたり腸管拡張を生じた悪化指揮閉塞増を呈したものでは消化管染攻を生じる場合もある特に中毒性巨大血腸症は早急に治療しなければ死に至ることもある UC の最も危険な合併症であるまたレだが内科的治療では 制御不可能なほど大量に出血することがあり、この場合、早急に手術しなければ循環性ショックを起こして死に至ることもある。重症化する UC の患者や、ステロイドを使っている、難治性の患者の中に、原因として、サイトメガロウイルス感染を生じるケースが見られる。大腸がんを合併した症例も存在する。このうち中水部の腫瘍は、 定期的な大腸内視鏡検査を行っていても、見逃されやすいとの指摘がある。腸管外合併症大腸以外にも、関節、皮膚、目、耳、喉、足指、手指などに合併症が生じることが知られている。これは、免疫異常が影響していると考えられている。特に目の合併症は放置すると失明に至る危険性がある。はっきりした原因は、まだわかっていない。 考えられる仮説として、清潔すぎる環境、ストレス、腸内細菌の異常、人工甘味料の影響、自己免疫反応の異常、遺伝性、食生活の欧米化などが原因ではないか、と指摘されている。また、遺伝的には、クローン病と異なり、関連が薄いことが報告されている。主に直腸から発症し連続して、全大腸に広がっていく。 腸管粘膜の前層に炎症像が見られるクローン病と異なり、粘膜上皮に限局した炎症像を呈し、固有菌層に炎症が及ぶことは比較的稀である。病変の広がりにより、全大腸炎、左側大腸炎、直腸炎に分類される。主な所見は以下の通り、細菌性、ウイルス性の感染性腸炎でないことを診断してから、 海洋性大腸炎を疑い検査が行われる。今日では最も広く一般的に行われる臨床検査。病変部は主に直腸から発症し連続して全大腸に広がっていく。主な内視鏡所見は以下の通り。一般的には下部から上部に向かって悪化し、上部から下部に向かって緩和されると見られているが、稀に、 横行結腸下行結腸 S 状結腸の順で、緩和が見られても、その奥の上行結腸で密かに悪化が進むことがある。血便や、激しい腹痛を起こす、他の疾患例。腸管出血性大腸筋や赤離筋による、出血性大腸炎、腸結核、薬剤性腸炎、疑膜性大腸炎、虚血性大腸炎、上腸肝膜動脈血栓症、腸重積、大腸癌。 大腸形質症以下が主に用いられている臨床的重症度評価である。以下は内視鏡的な重症度評価である。寛解、再燃を繰り返すため、治療は大きく以下の2つが行われる。食事指導としては高タンパクを心がけ、死亡、食物繊維、生ニンニク等を控えることが奨励される。また、中等症内視重症の場合は、絶食、腸管安静を図り、 点滴による高カロリー有益を行う。また、特定の食品が症状を抑えるかは明らかではない。オメガ3脂肪酸、N-3 脂肪酸を豊富に含む魚油サプリメントは、炎症を軽減し、抗炎症薬を減らすとの報告があるが、データが少なくさらなる研究が必要とされている。また、プロバイオティクスの有効性は統計学上の優位な、差はないとの報告もなされている。 寛解維持療法、寛解導入療法ともに、薬物療法が基本となる。手術の絶対適用として、劇症、中毒性巨大血腸症、先行、大出血、眼科などがある。特に眼科を除く4つは緊急手術の適用となる。基本術式は、大腸全摘出術、会腸肛門粉合術、会腸肛門管粉合術である。基本的に眼科が認められた場合、 炎症粘膜すべてが、眼科の発生の確率が高いため、多くの大腸がんのように、病変部のみの切除は行わず、全大腸摘出術を施行する。1875年に、英国のガイズホスピタルのサミュエル・ウィルクス・とアルター、モキシンによって報告された。日本では1928年に、東京大学の稲田隆吉らによって、初めて報告されている。 1973年には旧厚生省より特定疾患に指定された。ありがとうございます。